増田ダ子七の、銅像増田ダ子七。10月4日から1985年12月21日は、昭和戦後期の政治家、内務官僚。吉田茂の側近として、運輸大臣、労働大臣、内閣官房長官、自由党幹事長などを歴任。長野県東地区間郡坂北村に生まれる。1916年旧制松本中学校卒業。 翌年第8高等学校を中退、1919年早稲田大学専門部卒業、1922年京都帝国大学法学部英法科卒業。松本中学校の同級生に、定身大臣、松本市長を歴任した古畑徳也がいる。京都帝大を卒業後、内務省に入省する。1945年10月福島県知事。 1946年4月、北海道庁長官を歴任。北海道庁長官時代に、炭鉱労組、国鉄労組によるストライキが頻発したが、屈することがなかった。この姿勢が、吉田茂に注目され、1947年運輸大臣に抜擢される。同年に長野四区から第23回衆議院議員総選挙に立候補し、当選。以後当選十回。 吉田側近として、以後労働大臣、官房長官、建設大臣を歴任し、1951年には自由党幹事長に就任しサンフランシスコ、講和条約に向けて野党との交渉に尽力した。吉田大臣を自由民主党に参加。1966年、第一次佐藤英作内閣で防衛庁長官として入閣する。 1968年の新宿騒乱前夜、過激派学生が防衛庁を襲撃し、これに対し平和と秩序を守る自衛隊の本拠が暴力学生に占拠されては、国民に不安を招くとして、隊員に武装させて立証を命じた。自他もに、明治の高骨館と称され、酒、タバコを一切やらず、敬虔なキリスト教徒でもあったことから、暴力や脅迫に対しては、 生涯、合直に対処した。1968年君一等局実大受賞を受賞。1979年10月に政界を引退した。弁護士の傍ら、自民党全国国会議員会会長として活躍した。1985年12月21日午前2時40分、自宅が火事になり妻を探しながら消失するという最後を遂げた。出火原因は、 電気ストーブと布団が接触して発火したことによる増床増くらい。なお亡くなる前年に、マスダ講師なら改装録吉田時代と私を出版した。ありがとうございます。